げる。こんな感じだけど。もうやだな。ごめんね。それじゃあ。フグロン、悪いな、ちょっと野暮用が入ってさ。それじゃあバスに乗ろうか。うん、中に入るの楽しみだな。じゃ、入ろうぜ。エイって水の中を滑るように進んで優雅だな。だろう？ずっと見てても飽きないよ。なあ、もうちょっとどこかに寄っていかないかい？まだ時間残ってるしさ。よし、決まりだ。行こう。どうだい？席あるかい？座れりゃどこだっていいよ。さっさと入ろうぜ。さっき入り口のところにいた客、ずいぶん疲れた顔してたよな。全くだらしないね。少し長く歩いたくらいでさ。いいよ。私の番号はと、そうそう、これだったな。4月18日だよ。自分でも忘れかけてたよ。春休みね。そんなに長い休みじゃないし、別に嬉しいとは思わないな。
それじゃあ帰るよ、そろそろ。今日はなかなかいい線行ってたぜ。じゃあここでな。ドキシン。あら、少しは服装センスが洗練されてきたのかしら。ええ、よくてよ。今、家の庭に木蓮の花が咲いてますのよ。あら、ご存知なのね。今度見にいらしてもいいわよ。あの、まだ時間もあることだし、もう少し付き合ってあげてもよくてよ。そうね、場所はお任せするわ。私、こういうお店にはめったに来なくてよ。お任せするわ。たまにはこういうお店で過ごすのも悪くないものね。早いものね。もう新旧ですもの。一年って本当に短いわ。才能は持って生まれたものだけど、少なくとも磨けば伸びるものなのよ。一番仲がいいのは、リカ、可愛いリカかしら。私、そろそろ帰らなくては。ええ、もう少しご一緒したかったですわ。今日は来てよかったわ。では、帰りますわ。当然、家までエスコートしてくださるわよね。
願いしますわ。ええ、お待ちしてますわ。とても楽しみですわね。また一緒のクラスらしいな。いやいや、こちらこそ。